さあって、いよいよ県の遺跡に卒業するよ。気合い入れていくよ。えい、えい、おーなのです。まあ、演技するのはさすがに、もうちょっと気合い入れてするんだ。その逆効果だから。まあ、実際中に入れば演技なんてしてる余裕はないだろうさ。ここの連中はなかなかに凶暴しらしいからね。どうしてそういうことをここまで言って言うのですか。いや、でもちょっと考えればわかるだろ。私が手を借りたいっていうくらいだから、それはそんなに日本での折れる山だって。でも最初はそんなに危なくないって言ってたんですよ。そうだったっけ。でもそうまでして手に入れたいものがあるってことだぞ。その通りだよ、ウサギちゃん。俺様もウサギじゃないんだぞ。まあ、ここまで来たら逃げられないんだ。ここの準備はできちゃいくよ。何だっけ？あ、一応って何か。なんか久々に、池松とかも来たから、結構初期なんで、なんやかんや忘れてますけど。あー、懐かしいなぁ、結構、うん。確かに、それなりに骨は折る、オッケー。シーモンモスでレベルアップか。いや。おぉ、なかなかやるよね。チップしないで無理か。飛行石1個。隣に1個。ちょっと待って、回復図か。OK。で、あ、ここか？あ、行きたい。おぉ、スクープイン、まあいいや。なんかやつの声しようとし。なんだっけ。おぉ、3体。全体攻撃できるんですけど、やったっけ。そっか、見えませんね。まあ、単体で、ミルクも単体でいいか。もうちょいでステーカーもあるんですけど、なんやかんやでそういうわけでもないんでね。ああ、ちょっと失敗したのか。OK、おぉ。おぉ。完璧に持っていったなぁ。これかな。ちょっと MP 運用したけど。こちらっけ。そう、これ2人のレベルアップ。チプシーまたレベル上がった。あ、もう、あ、でも、いくつか。何かのもう一個。で、これこっち。うん、オッケー。ポタモレベル。ポタモがちょっと強くなってくると嬉しいなぁ。こっちも OK。うえ。ワクチン？何があったっけ？毒回復か。で、何があったっけ？これはただの飾りかなんか。もうちょいかな。心的に出るのは、心的に出てきたりしますけど。え、この辺じゃなかったっけ？もうちょい先だっけ？あ、もうちょい先か。まだありますけど。まあ、
次に行きますか、どんどん。ベビーカーの体力もちょっとやろうかな。で、こっちか。ライスメーター、お鍋に、OK。収録時間見てたらどうなってかよく覚えてないですけど。OK。メイクデモンってんだっけ。あ、そっか、この先か。この辺みたいか。いいや。いや、ぶった切りでいいかな。ダメか。今日ちょっとしない。なんか、いろいろ即発しちゃうな。身が効くの入ってるな。ケロット。ケロットは初めて聞いたなぁ。お、ありがたいものがあるじゃん。何なのですよ、これ。チューちゃんは何も知らないんだ、知らないね。これはオーブだよ。あ、それなら聞いたことあるのです。確か天使の涙の異名を持つ癒しの王者なのですよね。そうそう、知ってるじゃないか。触れるとあらゆる苦痛を癒し、あらゆる異常を取り除いてくれるっていう玉だよ。つまりは回復してくれるってことだよな。それはありがたいぞ。天使の涙というだけありますね。まあ、その呼び名は誰がつけたか知らないけど、長いし口でするのも恥ずかしいから、普通はオーブって呼ぶんだけどね。佐々木さんに聞いたよ、それで。まあ、そういう感じですね。まあ、ここで回復して、コタマをもうちょい、レベル上げたいな。MMB、見つき。わぁ。いや、全然ダメだ。いろいろ増えたりするのかな。じゃあ、先行きましょう。